こんばんは。知らんよ。疲れるよね。疲れるわ。あんない戦い方しかできねえやつが本当に戦わないで、ほんとつまんねえわ。なんで回復しねえの？マジ疲れんだよなぁ。なんであの時間で回復しねえの？わけわかんねえんだけど回復できない。二人で係で行ったんじゃねえの？回復しろよって話だ。もう無理なんだもん。そんな無駄なことをやってる時点でもう。常に回復しねえ、常に回復しねえっていうわけわかんねえことやってんだから。
来るだろうよ。なんで回復しねえんだよ。二人がかりでどうせ言っといでよ。だったら発電機回しとけよ、片方よ。二人がかりがあれで。あれなんだっけ。だから言ってんだろ、ここの位置じゃねえ方がいいって。ここで俺狙われただろ、さっき。もうマジで無理だから。だから離れたとこでやりてえしてんのによ。無理に呼ばねえんだもん。ここによ。でもがつくよな。息を読まねえんだから無理。来たらバーベチリか何か。ダメなやつっているよな。状況を理解してねえんだわ。そこで狙われたから発電機のとこに来てんに決まってんだろ。だから離れろって言ってんだよ、俺はよ。優秀なやつって。理由があるんだわ。回し切ってたやつが、どうせトンネルするのによ、余計なことやってんの。どうせトンネルすったから別に、回し切ってもう耐久入れても覚悟でやったらいいじゃん。ここで箱を漁ってるやつがいるからもうダメなの。音の重大性とか冷静の時間のなさとかを気づいてないのよ。時間がねえのに効率、非効率に動いてるやつだから勝てねえだろ。疲れるよな。だから対応できねえやつらとゲームしても無駄なんだってよ。貯金が作れてねえだろ。発電機を合わす貯金が作れてねえんだからそんなプレイしてんじゃねえよ。まずああ
によ。もうさ、発電機回せねえやついらないから、このゲームで。だからやんない方がいいんだよ。もうやんないよ、もう。明日もやんねえよ、もう。ダメノラばっかだから。もう無理だから。ここの発電機を回してるやつがさ、回しきってから行けって思うんだよ。能力ねえやつなんだよ、もう。回しきんねえでよ。回しきってから行けよ。トンネルするかもしんねえんだから。それが、王引いてんだよ、もうさっきからずっと。ここを回しきれなかったことが、もうマジで王引いてんだよ。ここを回しきれなかったことなんだって。致命的なの。次のゲーム入るか、もう。回しきれねえから、もう、それで。次のゲーム行くわ。眠いから、あっちとかやんなくていいでしょ。次のゲーム行くわ。やっぱやられりゃいいんだ。回してよ。30負荷は対応できないから、野良が、わけねえじゃん、どっから来たのよ。発電機回すのに相当時間かかんの。こうなった場合、3人で2台とかってめんどくさいの。探知負荷とかめんどくせえだろ、こんなもんよ。おぉ、あんたやってくれる？俺もう次のゲーム行く。救助に来そう。ここで勝てねえゲームならもう次のゲームでいいよ。やっぱやんねえ方がいいな。レイサー、やっぱり体制拒否しよう。野良が対応できないから。ガングペンティメントも野良が対応できないから。だから。探知負荷は対応できないんだよ、野良は。大体よ、こんなつまんない木だ作ってんじゃねえよって話だろうよ。誰かが捕まえられるまでだよ。
かですか、まず、あ、なるこんな。来るかわかんねえ、相手に対してマジで何考えてんだよ。誰で来るのか。もう遠くに投げれば負け、近くになったら負け。わかんねえもん、どっから来るか。これが、これがヒロちゃんだ、スーパース
ナンバープロー。よし、俺はレーザー怖くない。探知だからどっから来るか分かんないじゃん。猫を元に戻したら、猫マジで弱すぎだね。初心者さんとかかわいそうだろ。俺とかももう使わないけど。だってどっから来るか知らんけど、もう諦めてるし。あ、だって当たり前。これがやっぱりイロちゃん。あのね、LOD の人の動き見てみな。あの、チームプレイしてるんだよ。これ、8戦ね、俺たちのヒーローじゃないんだよ。エロディの人見てみな。俺から絶対離れる動きしてチームプレイしてくれたんだよ。うん。うん。雪山のリサカーランドがすぐ終わったみたいなもんよ。対してビルディは全然終わんねっていう。エロディの人の動き見てみな。チームプレイ。やりたいことは分かってる。でもチームのために我慢してやってくれたんだよ。これを忘れちゃいけないんだよ。僕の一人の力じゃないんだよ。エロディがチームプレイしてくれたんだよ。助かったんだよ。うん。これがヒロシャー！チームプレイしてる人が正しいんだよ。うん。抜けた俺が。